RM se arrepiente por dejar ir a Ramos luego de ver esto parte 2. ここはエムバペ選手が失敗したリズムを崩した魔の13番、そうバスケットゴールがやってきました。浮き球でくれ。おっと浮き球のパス要求したセルフィオ・ラモス選手。これ浮き球にしていいのは20番だけなんですけど、ハーフでも入ってしまった。イエスイエス。いやこれはどうなんですか。いやまあ何としても勝ちたいようです。ボール浮かせたら簡単すぎるよ。ダメだよ、転がさないと。浮かすんじゃなく絶対クリアしたいんだよ。いや負けず嫌いな性格が出たんでしょうか。さあ続いてはパワーが必要とされる14番、一発一発、これ一発で来た、巨大な的一発で抜いてきた。今のはいいキックだよね。イエー、もっと本気でやらないと。そうだな、次を1枚でも抜けばエンバペ選手に並びます。絶対超えるよ。ここまで来たらパーフェクトだ。セルフィオ・ラモス一体何枚抜けるのか。続いて3枚抜きエリア、さあ一発で並んだエンバペ選手に並びましたよ。